DJ うまいの定義って、なんか DJ うまいの定義っていろんな DJ たちがずっと話し合ったこと、でも一番客沸かしたやつがうまいと思うわ正直。ここのスクラッチがどうとか、こことここのつなぎがどうとか、こことここがああでこうでっていろんな DJ たちがずっとその話しとっちゃう。でも俺結局客一番上げたやつが一番うまいと思うわ。だきた、青おかり、ゴリゴリにヒップホップみたいに聞いてる、ごめんな。なんかそう思う俺結局。メンバーはでも、まあ、ちょっとここはまあ包み隠さず言うと、まあ俺か社長かな正直。 DJ なら、そう、あ、結局フロア一番沸かせるやつがうまい気がする。そう、これ勝手に俺が語る勝手な DJ 理論なんやけど、最近のなんか DJ ってみんなと違う曲流すやつがかっこいいみたいな風潮になっとう気がするっちゃんね。その結果よくわからん、なんかよくわからんトラップとか、なんか よくわからんのがよくわからん曲がずっと流れるっちゃう。よくわからんちゃう、それ総じて。これね、俺語彙薄いけんよ、その総じてよくわからんのよ。やけんその嫉妬曲を流してほしい俺たちは。俺たちお客さん目線でいくと、そう、あ、結構なんかオナニーなのよね多分。なんかちょそう、なんかこんなことばっかり言うと DJ の反感買いそうなんやけど、なんか俺結局そのみんなが知らない曲流すやつよりも、みんなが知ってるやつが配信と一緒だろ。みんなが知らない話を得意げに話すやつよりも、みんなが共感できる話をみんなとワイワイ話しとるやつの方が人気やん多分。知らんけどさ、じゃないって思うの。もったいねえなって思うわ結構。ちょふざけた曲でも流す、あ、そう、あいつちびまる子ちゃんとか流すから普通に。結局ちびまる子ちゃんなんてみんな知ってるんだからみんな知ってんだから、ちびまる子ちゃん流して盛り上がってるやつの方が偉いに決まってんだよあいつ忍たま乱太郎とか流すかな、マジでめちゃくちゃだから。